おはよう。ナナ、今日終わった後どうする？俺としては終業式が終わったらカラオケにでも行こうと思ってるんだけど、女子も誘ってさ。なんかして遊ぼうぜ。わかった。帰るまでに返事くれよ。じゃ。寝ちゃダメなのですよ。この原さん、この原さんを待ってたんです。ええ、その一緒に帰りたいなと思って。
はい、この原さん。おいおい、うちのクラスの女子、みんなサーファーに持っていかれそうだぜ。サーファーって、やっぱり海で見るとかっこいいね。海なら潜るのも楽しいよ。くぅ、にくいよなサーファー。海から上がったらモテないのにさ。それはそうと、今日の半分けのメンバーは揃ってるのか？それは多分、みくり先生がチビで見えなかったんだと。チビ？
あ、昼間なのに流れ星みたいなのが見えますね。あれは何なのかな。違うんですか。じゃあ飛行機雲かな。柳原さん、先に行かないで。小野原さん、今日はよろしくお願いします。集まりましたか。じゃあみんなにいろいろ注意しておくね。あの向こうのところには行かないこと、それと班で何か目標を決めて今日は行動すること、目標ってなんだろうね。泳ぐとか海辺の生物の採集とか。それはみんなが考えればいいよ。それをレポートにして班ごとに提出してください。あと具合の悪い人なんかは生徒会でテント作ってるからそこに行くこと。皆さん、遅くなってごめんなさい。生徒会のテントを作ってたら遅くなっちゃって。もっと早く来たかったんだけど、さすがにあれだけのテント作りはくたびれたよ。そうね。でもちょっと待って、一人足りないんじゃないの。そうね、一人足りないんじゃない。忘れられてるって俺のことか。まゆみさん、今日もかわいい。川口くんのことを忘れてるわけじゃないわ。ただもう一人いないなって。わかめ人間じゃないよ、俺だよ。うわっ、わかめ人間が喋った。怖い。
違うんだってば。ワカメじゃなくて。ところで、今年のグループ目標は何するの？そうだな、掘り立てでここに泳げなさそうな子はいないし。提案があるんですけど。あんなワカメばかりじゃないと思いますけど、見たところちょっとゴミが多いような気がします。目についたゴミを拾って、それをまとめてみたらどうでしょうか。海水浴場の清掃にもなりますし、環境問題にも取り組めるし。素晴らしいよ、まゆみさん。やっぱ最高だね、君は。水浴シーズンだからな。
いぶ集まりましたよ。水浴研修なので思い出に。橘さんが提案してくれたんです。綺麗な貝があるねってことになって。なんて心温まる話なんだ、まゆみさん。うるさい。今俺は崇高な役目を果たしているのだ。放っておけ。ファンクラブの規則第1項に、まゆみさんに対しては誰もまゆみさんの邪魔をしてはならないと決まっているのだ。ゆえに俺は彼女の崇高な働きぶりをカメラに収めるのが仕事なのだ。なんだ、なんだ、お前、まゆみさんを、神聖なるまゆみさんの頭を撫でるとは。みくり先生、実はこの腹が。なんで海辺で写真を撮ったりしてるですか？嫌がらせをしたですか？違いますよ。俺はまゆみさんの姿を写真に。一度拾おうね、橘さん。
海水浴研修のグループレポートもバッチリね。今日のレポートの感想はメールかファックスで届ければいいのかしら。じゃあ私とエリカの分は一緒に出すよ。私たち一年の分もまとめてでいいんですか？お手伝いした方がいいなら手伝います。大丈夫よ、まとめてくれればこっちで出すから。おーい、みんな、今から解散の挨拶だって。先生が呼んでるぜ。遊びに来たよ。最初のベジタリアンが嘘みたいにドッグフード食べるようになりましたね。きっと木ノ原さんがちゃんとお世話しているおかげですよ。してるよね、クロ。え、でもお世話してるのは。一番に聞かなきゃダメなんだからね。
まゆみちゃん、今日も夕ご飯食べていくでしょ？それで、おかず作ってきたんですけど。あら、本当？すごいわ、助かる。どんなの作ってきたの？ただの煮物です。里芋とふきと椎茸とたけのこと鶏肉とお醤油とみりんとお酒とお出汁で味付けして。美味しそうね。じゃあ、あとはお味噌汁とご飯と鮭でも焼こうかしら。あら、そういえばお味噌切らしてたんだわ。私もご一緒します。まあまあ、ごめんなさいね。それじゃあお願いしようかな。そうね。じゃあついでに卵とほうれん草とエリンギと。ねえ、この原さん、私にも持たせてください。でも、私だけ手ぶらなんて。一緒にお買い物に来たのに。え、どうして買い物袋ごとくれないんですか？またそういうこと言って。いいですよ、このオレンジ食べちゃうんだから。自業自得ですよ。もっと困ってください、この原さん。友達と待ち合わせ。あなたは？そうなの、まゆみちゃん遊びに来たんだ。はい、クロに会いに。そうなんだ。そういえばクロはまゆみちゃんの犬だったもんね。私もそろそろ会いたいな、クロ。今度は見に行っていい？やったー！あ、もう行かなきゃ。じゃあまたね。
どうして？平気ですよ。やだ。どうしてですか？あ、そっか。大丈夫ですよ。もう十分。この原さんが私を一番に見てくれてるってこと、わかりましたから。どうして？ありがとうなんて。うん、信じてますよ。安心してください、この原さん。お母様が待ってますよ。行きましょう。お帰りなさい。ごめんなさいね、たくさん頼んじゃって。ご苦労様。さて、早速作ろうかしら。私もお手伝いします。煮物も温め直さないと。まゆみちゃんは本当にお料理が上手よね。うちの子にも見習わせたいわ。ほら、あんたも手伝いなさい。ご飯の時間よ。まゆみちゃんに見とれてないで、お味噌汁運んで。あ、この原さん、こっちもお願いしますね。